ジョバンニデ・ドンデのアストラリウム。彼の1364年の論文イルトラクテタス、オストリカラのイラストジョバンニデ・ドンデは、イタリアのパドバで活躍した、医師、天文学者、時計技師である。今日では、時計の設計と製造の技術のパイオニアとして知られている。彼が16年以上をかけて、設計、製造したアストラリウムは、 非常に複雑な天文時計兼プラネタリウムでヨーロッパで極初期の機械時計が作られ始めてわずか60年程度後に製造された。ジョバンニはジャコポデ・ドンディの第二子としてキオッチャで生まれた。父も医師、時計技師で1344年にパドバのカピタニアート宮殿の塔の大きな天文時計を作ったことで知られている。 ジョバンニは1348年から1359年まで父親と一緒に暮らし、天文学や時計への興味を引き継いだ。1348年に彼はアストラリウムの製造を始めた。彼は1364年まで続いたこのプロジェクトの設計と製造を詳しく書き残した。1371年、彼はベネツヤの大使となったが、 1372年に、ベネツィアとパドバの関係が悪化すると、パドバ大学の教員となった。1388年10月19日に、アッピアテグラッソデ死去しミラノのサンテウストル女性堂に葬られた。19世紀末から現在まで、公爵ジョバンニでドンディがポーランドからイタリアに鶏を持ち込み、パドバ鳥を育てたとしばしば言われる。しかし、 1676年に、ヤン三世によって公爵に除されたのは、軍人のフランチェスコ・ドンディであり、14世紀にジョバンニで、ドンディがポーランドに行った記録は残っていない。ありがとうございます。